はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。ペナント5回目やっていきましょう。今回はソフトバンク戦です、地方球場で取っていきたいなと思います。頑張ります。監督大谷選手勝ちましたね。よかったね。今回はねハンカチ何オフになってんだよ。やるぞ先発だ。頑張ってもらいましょう。頑張ってもらいます。問題ないかな。野手大野選手が、怪我してます。怪我で離脱しました。キャッチャー石川遼選手で8番かな。陽大館あ浅間1番センターでいきましょう。今日1番センターでねすごい大活躍だったんで。谷口君入れよう。レフトで。ライト近藤選手で、西川選手がスランプ入ったんで2軍落としました。あ、岡弘美ありだな。岡弘美入れよっか。レフトで。ちょっと待てよ、打順がえらいことになってんな。はい、こんな感じでいきます。これでよし勝ってやろうじゃない。斉藤佑樹でソフトバンクに勝つぞ。5回まで持ってくれよ。5回まで持ってくれよ。頼むぞ。いや、お、雨だ。いいね。大谷選手がね、やっと勝ち星、まあ、リアルでね、ついたから。ブルグワイン7試合やって6勝って。いやー、ちょっと手に負えなさそうだね。大谷選手でもよかったかなって気もしたけどね。初球をね、流してください。昨日の試合と同じような感じ。もう初球じゃなくなったね。流し打ち掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはオズの魔法使い中島。投げた、あっと引っ掛けた。違う、掛けた、ボールを掴んだ、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは帰ってきた。いやー、きつそうだな。武田翔太選手は武田取った、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。武田今日は無難な。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは福田。第3球を投げた、打った、流し打ち、一塁送球。レア軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、打った、ショート右横のフライになりました。中島余裕があります。取りました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番柳田。投球これから5球目。見逃しの三振。いいよ、いいぞいいぞいいぞ、本当にいいぞ。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。点取っちゃろ、点取っちゃっちゃろ。中田投げました、151キロ直球、空振り三振。バッター目覚めた、好打者近藤。さあ5球目打ちました。松田下がっていった、ファウルグラウンドキャッチしています。いや、球場狭いな、今の見ると。次は5球目、バットに当たれば入んじゃないか。投げました、打ちました、これはファースト正面。赤石一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。2回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは、いやー、斉藤さん頑張ろうね、頑張ろうね、斉藤。第3球5番赤石投げました、打ちました、ピッチャー。ごめんなさい、入部選手だけど。一塁へ送る、アウト。ファイターズ先制のピンチを迎えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターは松田。さあ、この対決に集中します。打ちました、大丈夫でしょ。センター前進、よし、掴みました。これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、やられた。パイルマ先生だ、さらに伸びていく。あ、よかったよかった、1点で済んだ。ホークス1点先制、1
1対2。いや1点で済んだっつってもさ、この1点がでかいそうなのよ。武田翔太選手からね。右バッターボックスは今宮。打てる気がしねえんだよなあんまり。ランナースタート、三振。ナイキチいいんでしょ。2回の裏が終わりまして、ね、3回の表これからファイターズの攻撃に入ります。バッターはうなる二刀流大谷。第5球投げました、打ちました、鈍いゴロ。今宮ボールを取る、ショートから一塁送球。ヒットが出ねえ。これでまずヒットが。石川遼頑張って、石川遼選手頑張ってね。打撃面が全く分かんない、何が得意なのかとか。投げた、低めのボール引っ掛けた、今宮掴んだ、アウト。いやーこれさー、ランナーありません。バッター栄光の正義岡。ちょっと待てでいくか。第6球だ、打ちました。オッケー、いいんじゃねえか。もしかしてこの作戦はハマるんじゃないか。ナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。キャッチャー誰、高谷選手。違った、肩いいのか。ごめんごめん、あんまり情報知らないのに。プロ6年目なの。山下綾継、名前見たことあるけど、ずっとこの登録ネーム綾継かな。ちょっとあんまり知らねえな。行こう、走ろう。第9球ランナー走った、外れた、キャッチャー二塁へ送球。これは楽々セーフ、盗塁成功で。おお、浅間さんチャンスに弱かった。さあ時は5球目、うまい。うわあ、これでスリーアウトチェンジ。三回のホークス。けど待ての作戦は良かったな。バッターから始まります。トップバッターはインコースのボール、左アップサードから一塁送球。レアうまくさばいています。打順をトップに返って福田。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。流し打ち。クリーンヒット。福田いいバッティングを見せました。ゲッツー取るぞ。バッターは2番本田。第1打席はライアフライに倒れています。任せだ。さあ時は5球目、打った、ピッチャー正面、ゲッツーコースター。1つピッチャーから1塁送球、アウト。ツーアウトランナー2塁に変わります。バッターは3番柳田。次が4球目、あっとキャッチャーがこいつ。そして今拾い直した。ツーアウトランナー3塁に変わります。内角だ。第5球投げた、打球はそのまま伸びていく。入った入った、ホームラン。いやー、ナイスホームラン。ストレートを完璧に捉え出しました。どうやって打ち込んだよこの3点を。バッターは DH の内川。通算155本塁打まであと3本としています。最初のバッターボックスはフォアボール、打ちました。中島ボールを掴んだ、一塁送球。悪くねえぞ悪くねえぞ。お送りし、試合はこれから試合4回に入ります。バッターはオズの魔法使い中島。最初のバッターボックス、ストライク、見逃し三振。バッターは帰ってきた背物。まだ53球だもんな。さあ5球目、見送ってフォアボール。バッター恐怖の若大将中田。第1打席はスイングアウトの三振に倒れて。フルスイング行こうぜ。第3球を投げた、これは引っ掛けた、内野ゴロ。一塁送球、よかったよかったよかった。なんとかさ、なんとかさ、ヒット打ってさ、なんとかヒット打ってさ、1点取ろうよ。あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった。それがむずいのかい。取りました、これで3アウト。武田ここまで。4回の裏これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは見逃し三振。バッターは6番松田。第1打席はセンターフライに倒れています。63。第6球を投げた、空振り三振。よし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 、2者連続三振になりました。次は4球目、投げた、打ちました、完璧。斉藤取った、一塁送球。思ったより悪くない。3アウトチェンジ。斉藤5回の表これから打撃さ、攻撃に入ります。打撃さ、本当にロマンあふれる長距離砲レアード。最初のバッターボックスは内野ゴロに打ちました。サード右へのゴロ、一塁へ送る。ヒットが出ねえんのよ。
これでワンアウトランナーはありません。バッターはうなる二刀流大谷。大谷翔平に至ってはヒット打ったことがないからね。まいったね。打率ゼロだったからね。ボール球に手が出てしまいました。投げました。打った。宇宙外のフライですが、こいつは困ったぞ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。ファイターズ結局これはちょっと最低限はかわいそうだ。これからホークスの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは今宮。今日の第一打席はスイング打ちました。引っ掛けた。サード右横のフライになりました。サード落下点に入りました。サードを掴みました。これでワンアウトランナーありません。さあ6球目見逃しの三振。バッターはトップに帰って福田。第3球を投げました。打ちました。セカンドの左一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。いやー片下2台本当に頑張ってる。三者凡退に抑えています。5回の裏が終わり試合は後半6回に入ります。バッター栄光の聖域岡。さあ5球は5球目投げました。ここは選んでフォアボール。先頭バッターコントロールが悪いから待てをうまく使っていきたいんだけど、ちょっと待ってよ。ここはね第9一塁ランナー走った。これは悠々セーフ。ちょっとチャンスに弱いけども、ここは進塁させよう。でゲッツーなくして引っ張り最低でも進塁。浅間だったらバットに当たるで。うわ当たんねえ。最後は148キロストレート。これリアルに待てやってた方がいいんじゃねえのか。第4球を投げた。中島選んでフォアボール。ストレートのフォアボール。左バッターボックス3番1なんだよなレベルがな。ピッチャーグロとフォアボール集中使ってでセンター返しでヒットお願いします。第4球を投げた。打った当たりだ。よっしゃっボールは中継。これちょっと一発逆転使おうか使っちゃおうか。今日はさあここは監督の手腕の見せ物。行ってこい。さあここで勝負に出ました。工藤監督似てる。投げた。よっしゃかっこいい。采配をしてる俺がまたかっこいい。打った瞬間ホームランのヤットフライアーチ。ストレートを完璧に捉えました。バッターは目覚めた好打者近藤。今日はファールフライとセカンドフライ。いやここ待て待てだ待てレベル1だけど。第5球投げた。低めボール球打った。三遊間のゴロあっと弾いた。おっしゃ流れ切る流れ切る流れ切る。記録はヒット。今日初めてのヒット。バッターはロマンあふれる長距離。ここフルスイングでいこう。今日はファーストゴロ。どう考えても待てとかそういうタイプじゃないだろう。第4球を投げた。よし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 、いけるぞサイド、いけるぞ。武田降板。バッターうなる二刀流大谷。今日はショートゴロと三振。第3球ライバーチ初ヒット初ヒット初ヒット。急に汚い打線爆発。今シーズン最初のヒットとなりました。はい次は6球目。本当迷いまくった。空振り三振。バッター栄光の聖域岡。次は5球目投げました。カーブ空振り三振。6回の表が終わって6対3ホークス。この回は2番からの好打者。先頭バッターは本田。今日はショートフライとピッチャーゴロ。打った打球はセカンドの右。斉藤セカンドから1塁。勝てるぞ勝てるぞ勝てるぞ。これはランナーありません。バッターは3番柳田。今日2打点を挙げています。こいつは別格だ。伸びた伸びていった。内角に投げようが外角投げようがね打ってくんだよ。すごいんだよ。ランナーいなくてよかったね。バッターは指名打者内川。通算お疲れ斉藤。3本としています。今日はフォアボールとショートゴロ。白村行こう。ファイターズピッチャーを交代します。斉藤降板。さあ6球目打ちました。1・2塁間への当たり1塁送球アウト。これで2アウトランナーありません。バッターは5番明石。今日は打ちました。田中ロードを取る。1塁を送るアウト。3アウトチェンジ。お送りしております。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。
トップバッターさあ浅間出よう。第3球を投げました。打った。千賀掴んだ。一塁送球。今のは千賀君うまいわ。浅間いい当たりでしたがピッチャー正面。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました。流し打ち。どうだ。待てが相当有効だね。中島ナイスバッティングです。初安打。バッターは帰ってきた背後の田中。中島スタート。投球ストライク。二塁送球はどうだ。タッチはセーフ。盗塁成功。ナイス盗塁。どれもなんか使い勝手が悪いな。おまかせでいこう。第5球投げました。フォーク。見送ってフォアボール。先ほど満塁ホームランを放っている中田。第4球を投げた。打った。どうだ。左中間。これは取られちゃう。左中間深いところ掴みました。ファイターズなおもチャンスが続いています。千賀降板。バッターは5番近藤。なんかさ、左に強い人とかいないのかな。左 B。 ここは近藤選手でいきますか。いや、今日の俺の采配は結構当たってっから、動くわ。動けば結果が出ると思うんだ。ここ矢野でしょ。矢野さん頑張ってください。ランナー2人を置いて迎えるバッターは矢野。何選べばいいんだよ俺は。引っ張りだな。第4球を投げた。ほら外れてフォアボール。思ってたの違うけどね。集中使いましょう。対決に集中します。フルスイング。第5球投げた。よし、素晴らしい。満塁ホームラン2回目かい。2回目かい。あ、中田か。さっきは2打席連発渾身のストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが見えます。いやー、采配がビシビシハマるね。バッターうなる二刀流大谷。第4球を投げた。打ちました。今宮ボールを掴んだ。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。谷口君。さあここは守備を変えてくるようです。第4球を投げた。流し打ち。中田ダイレクトボールを掴んでワンアウト。第3球は打ちました。1・2塁間。うまい。1塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番今宮。打ちました。やられた。セカンドのジャンプ。ヒットになります。今宮いいバッティングを見せました。バッターは9番綾瀬。今日はサードゴロと三振。次は4球目。投げました。打ちました。田中取った。1塁へ送る。1塁送球。危ない。あー、ダメか。お任せ。第3球を投げました。打った。当たり少ない。中島ボールを取る。2塁アウト。これはアウトです。スリーアウトチェンジ。俺毎回思うんだけど、こういうのって俺ファースト投げた方がいいと思うんだけどな。そういうのがないのか。これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは石川。代打お疲れ様でした。慎吾。バッターは代打石川。次が4球目。投げました。打ちました。1・2塁間のゴロ。1塁送球。森福取ってアウト。これでワンアウト、ランナーありません。第6球を投げました。ストライク。見逃し三振。まあこうなるか。1番に返って浅間。はまんなければ見逃し三振だわな。1三振。第4球を投げました。打ちました。セカンド正面。1塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。ファイターズ結局このさあ誰行くかな。さあここは守備を変えてくるようです。白村さんお疲れ様でした。ナイスピッチでした。加藤井口どっちかだな。マーティン見てみようか。けどあれだよね、背でかいって言ってもパワプロのキャラだったら分かんないよね、背のでかさ。白村降板。マウンドに上がったのが帰ってきた剛速球マーティン。これが11試合目の登板。
第4球を投げた、ストライク、空振り三振、まずは三振に切って取りました。バッターは3番柳田、今日あれなんだよな、投げた、あー、これはいい当たり、さらに伸びていく、入った、リアルリアルだよ、ちょ待って、3本目今日チームメイトが迎えます。俺試合勝ってくあれだけど、なんか柳田一番すごくすごいんじゃん。バッターは DH の内川、通算155本塁打まであと3本としています。投げた、149キロ直球、あんまりねこういたずらに選手出したくはないよね。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、打った、ボールはライナーでライトへ、次も待ってみよう、これで3アウトになります。8回、いよいよ最終回を迎えました。バッターはオズの魔法使い中島、今日はここまで3打数1安打1三振、投げた、見逃し三振、振ってくんないのかな、フルカウントだと。よっぽど甘くないとダメか。投球はこれから3球目、打った、セカンド強襲、けど待てがだいぶ有効だってことは分かったね。これで今日は3打数の2安打。バッター恐怖の若大将中田、今日4打点を挙げています。第4球を投げた、打ちました、仕掛けた、サード後方のフライ、サード落下点、サード取りました、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。打ってこう、第4球を投げました、打ちました、取って、これで3アウトチェンジ、ランナーさあ守って終わりましょう。5点を追いかけます。ホークスの攻撃、この回のトップバッターは松田、今日はここまで3打数ノーヒット、打った、流し打ち、ライト前ヒット、クリーンヒットです。松田いいバッティングを見せました。左バッターボックスには中村、マーティングぐらいね。さあここで監督は勝負に出ました。第4球は打ちました、ターゲット2になるか、二塁送る、二塁フォースアウト、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第3球は打ちました、ピッチャー返し、田中掴んだ、セカンドフォースアウト、オッケー、ゲッツー、試合終了、見事ホークスを下しました。誰だ今日、レアードかな、中田かな、斉藤佑樹でもいいんだけどな、ヒーローは。誰でしょう、レアード、ヒーローはレアード。本当に今日は文句はないですよ、素晴らしかったです。ご覧いただきました一戦は10対5ファイターズ勝ちました。いやー、うまくいったな、今日はハマったな。待てに気づいてよかったね、気づかなかったらやられてたんじゃない、多分。いやー、今日はちょっと自分の采配に酔いしれちゃってるよ酔いしれちゃってるよ、コメントいくつ読んできます。オリジナルチームどうやって作りましたか、何のことだろう、侍ジャパンのことかな、アレンジだっけから作ってます、確かアレンジだったと思うんだけど、最近現実の麻酔の調子が悪いですね、間野内さん日ハムで他にクローザー誰がふさわしいと思いますか、自分は谷本がいいと思いますうーん、白村選手かな、俺は。いやー、よかったよかった、はい、こっち、ごめん、今ハイライト中で基本的に画面見てないけど、ハイライト終わった、全部どうだろう、わかんねえ、打つ人が打ったって感じか、ホームランは。柳田選手3本だよ、3本ってすごいね。だ、中田とレアードはあれだからね、満塁ホームラン打ってる、2本、はい、1本ずつね。いや、よかった、やっぱ斉藤佑樹持ってるわ、背負ってるわ。正直俺ね、3点ぐらい取られた時負けるんだろうなと思ったもん負けるんだろうなと思ってました。あー、成長、あ、こんな風に成長していくのか、そっか、俺日程スキップで飛ばしちゃったから成長の過程っての今初めて見たの、実は。
え、回復しました。いや、よかったよかったよかった。王のいないのはきつすぎる。よし、今回はここで終わりましょう。次は交流戦取っていきましょう。交流戦俺大好きだから、交流戦ほんと楽しみだった。そんじゃ、今回はここで終わります。明日の動画は交流戦です。そんじゃ終わります。バイバイ。